ゆいがドクソングのイメージがある岩桜真子です。ゆいがドクソング始まるよ、翔太頑張ってね。ゆいがドクソング始まりました。さあ第5週目はサボテンサトシさんの回となります。本日も来ていただいて、なんとスペシャルゲストも今日は連れてきてくださっているということで、もうスペシャルライブが聞けるんではないでしょうか。今日もよろしくお願いします。どうも、鎌倉が第二のふるさと、サボテンサトシでございます。ね、ゆいさんのこの番組呼んでいただいて、もう結構なんだかんだ1年ぐらいになるんですけども、実は 4月からね、ついにレギュラーパーソナリティにならないかというお声をかけていただきまして、で、まあ、僕も結構家族とかにもね、結構言ってたんですよ。鎌倉でやるラジオなんだけど、ついに、月一でレギュラーをやることになったっていうことで。わざわざ顔は出してないですけど、実家ではお祝いが行われたそうですよ。で、前回の放送で、僕は最後、放送が終わるときに、じゃあ皆さん、また来月会いましょうというふうにね、挨拶をしたんですけども、番組が終わってから、ゆうさんに言われたのが、いや、サボテンさん、これ5週目の火曜日のレギュラーパーソナリティなんで、5週目がある月だけですよ、放送はって言われて、確認したら、それ6月の収録だったんですけど、次放送されるのが9月だということで、3ヶ月空きましたね。ごめんね。はい、ちょっと予定とだいぶ違うんですよ。まあ、実家にはまだ報告してませんけどね、僕ね。この月に1回ってことになってますけど。なんと確認したら、ちなみに今回9月でしょ？次放送されるの12月ですからね。これどうなんですか？もうそういう狙いで僕のこと声かけたとしか思えないんですけど、まあ、3ヶ月に1回ぐらいがちょうどいいんじゃないかということで来てますけどもね。ありがとうございます。毎回来るたびに、雨が降るということで、はい、今日もね、本当にもう今5回連続ぐらいで雨なんですよね、来るたびに。そうなんですよね。で、まあ、今回なんと昨日の時点では台風が直撃するかもしれないっていう話で、はい、もう収録自体できないんじゃないかってぐらいの雨男ぶりを見せたんですけども、ちょっとそんなこともねあってね、今日ね、あるちょっと友達連れてきましたんで、すごい晴れ男のミュージシャンで、久保田義輝くんを連れてまいりました。久保田くん、遠いところご足労ありがとう。どうも、晴れ男の久保田です。晴れ男、どうも、うん。本当にね、そう、久保田くんはね、これ、音だけでは伝わらないですけど、本当男前でね、ギターもピアノも上手くて、いつも一緒に集まってるんですけども、ありがとうございます。何せね、それもさることながら、晴れ男ぶりがすごくてですね。晴れましたね、今日ね。そう、今日も、一応台風が来ると言ってたのに、久保田くんと一緒に江ノ電乗ってたら晴れ間が差してきて。そうでしたね。そう、すごいよね。晴れ男って本当にいるんだなっていうのを。結構ね、サボテンくんのライブご一緒させてもらうとき、ね、そう、雨降ってても止みますから、ね。止むの。で、去年もさ、渋谷のさ、なんかイベントあったじゃないですか。はい。野外イベント。それもね、9月だったんだけど。ありましたね。台風直撃が決まってたから、もう前日のうちに中止になったんですよ、うん、イベントが、はい、で翌日僕らの出番の時間だったはずの時間にはピーカンで晴れてたもんね。そうですよ、もうサボテンくんから無念のラインが届きました。できなかったけど、そう、結果できなかったんだけど、やっぱ久保田くんの晴れ男ぶりやっぱり尋常じゃないんで。今日まだ傘さしてないですもん。そうでしょ、はい、いや、台風が来るって2回連続言ってて2回とも晴れるという、このね、もう迷信じゃないですね。だからもうみんなどうしてもてるてる坊主より久保田義輝ですよ。ああ、ぜひ、うん、テルついてますから。テルついてますから。久保田義輝は本当にね、晴れますから。もうどっかどうしても今回イベント、はい、雨降ったら困るって時はもう久保田君に声をかけてもらえれば、はい、ぜひ仕事を待ってます。野外イベントのオファー殺到するよ。ありがとうございます。待ってます。いや、本当だよね、雨で左右されること多いからね。で、まあちょっと今回はちょっとね、3ヶ月ぶりの収録ということなんだけど、久保田君来てくれたんで、まあ鎌倉以前、うん、僕今トーク聞いてて思ったんですけど、うんうん、3ヶ月ごとのレギュラーってことでいいですか？そう、ね、5週目レギュラーパーソナリティってのはね、3ヶ月に1回なんだよ。それで、うん、マンスリーパーソナリティみたいな感じで。そう、結構俺も最初、いや、てか俺は本当にそう思ってたんだよ、はい、前回収録するときまでは、はいはい、だから俺前回の放送聞いてもらえば分かるけど、最後終わるときにまた来月会いましょうってはっきり言ってるからね、俺ね。したら終わってからまさかの3ヶ月後だということ言われて。いや、もうさすがですね。いや、ちょっと自慢したりしたからね、後輩とかにも。いや、まあ鎌倉とはいえどちょっとさ、月1で FM のラジオ決まったからみたいなこと言ってたら、そしたら、なんかサボテンさん最近あんまり行ってないですよねみたいなこと言って、うん、言われるから、いや、なんかね、ちょっとね、いろいろなんかコロナの影響でとか言ってきたのでっていうの言ってんだけど、まあでもね、ちょっとそろそろごまかしが効かないので本当のこと言わなきゃなと思ってるんですよ。面白いな、まあ、ちょっとね、だからせっかく久保田君来てくれてるので、ギターも持参していただいてますので、はい、もうサザンをね、毎回1曲ずつぐらい歌わせてもらってるんだけど、今日は
もうちょっと大幅に時間を割きまして、もう僕のネタとかはもうさ、YouTube とかにいくつも上がってるから、見てもらえればいいかなということで。そう、やらないんですか？やらないですよ。もう今更、もう求められてもいないから、鎌倉で俺のネタとか。うん。BGM としてさ、結構飲食店でもかけてもらえてるとこが多いらしいので、ちょっと BGM に耐えうるような、ちょっと今日はクオリティでね、練習もしましたから。はい。ちょっとサザンの曲を何曲か、歌ってください。お願いします。じゃあちょっともう完全俺セレクトで、もう久保田君に協力してもらいながら、ちょっと歌ってみたいと思いますが、まず1曲目はこの曲からいってみようかな。あの、うまくいかなかったらもう一回取れるから、もうリラックスしてね、はい、取れますから。でいきますよ。じゃあ1 2 3 4。感じですね。本当にもうこのままいっちゃいましょうか。じゃあタバコロードを。じゃあね、なんか難しいよね。難しいですね。まあノリでいきましょう。ノリで。いや、僕言いたくないですけど、うん、もう本当に内容とかほぼ聞いてないですからね、うん、そうだよね。
もう曲だけこれやるからって言われて、うん、そうなんですよ、呼びつけられた感じですからね。そうそう、ここね、流してもらってもいいですけど、本当に久保田君のすごいところは、はい、俺別にこれリハ今日ちょっと本当始まる前に30分ぐらいやっただけで本当に適当に歌ったこの生歌のね、ボイスメモを送ってるだけですから、ね、それでよくここまで弾けるなっていう、うん、本当に天才なんですよ。いや、時間と場所だけ告げられればどこでも行きますから、ね、すごいです本当に、さすらいのギタリスト小林義人でございます。ちょっとじゃあタバコロードいきましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。タバコロードで会ったセクシーばあちゃん、夢を開始と仕事別れたじいちゃん、どこにおると見境なく幸を引く。かっこいいんじゃないですかね。気持ちいいですね。ミスブランニューでもかっこいいんだよな、ギターな。いやでもやっぱコロナ禍もあったからね、なかなか一緒に誰かとっていうこと機会がやっぱ減ってるから、楽しいですね。やっぱりね、いいね、いいもんですね。じゃあちょっと言いましょうか。One, two, three, four.
breaking of my heart。 割とよくあるタイプの君よ。 One, two, three, ありのまま気ままの君で心はレインボー。かっこいいね。ただ暑いね。暑いっすね。これが一番消費カロリーが多い曲でしたね。途中の感想とかあるからね。いや、そうですね。いや、いい感じでしたよ。ワン、ツー、スリー、フォが溢れる悲しい季節は誰かに抱かれた夢を見る泣きたい気持ちは言葉にできない。今夜も雨が降る、こらえきれなくてため息ばかり。今もこの胸に夏は巡る。四六時中も好きと言って目の中へ連れて行って忘れられない春ソングを声にならない。砂に書いた名前消して波はどこへ帰るのか。通り過ぎゆくラブローを愛はそう
100度の太陽みたいに体を湿らす恋をしてめまいがしそうな真夏の果実は今でも心に咲いている遠く離れても黄昏の時は熱い面影が胸に迫る四六時中も好きと言って夢の中へ連れて行って忘れられない争うを夜が待てない砂に書いた名前消して波はどこへ帰るのか通り過ぎゆくラブラブを愛はそぐのままに oh, oh, oh. こんな夜は涙見せずにまた会えると言ってほしい忘れられない晴感じじゃないですかね。暑いですよね。暑いですね、非常に暑いです。さあサザンありがとうございました。いやめちゃめちゃ楽しかったマジで。もう聞いちゃいました。ちょっとねやっぱ久々に人と一緒にこうやったんでねやっぱ楽しいですね、だって言ったって僕、サボテンサトシ君と会うのは久々ですよ、そうもう3月のだから誕生日イベントをねやってもらった時以来ですかね。半年ぶりですよ。半年なのか。そうですよ。早いね。自粛期間を経て。その間ずっと髪伸ばしっぱなしが長いんですよ。いや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 。一回来たんだ。切りました、切りました。そう。代わりに刈り上げましたけど、俺はなんか髪の毛切られすぎちゃって、今変な感じですけど。随分変わりましたね。後で写真でね。ちょっと単独ライブを年末毎年やってるんですけど、ちょっと今年はこんな状況なので、ちょっとね、いつもと同じ形ではお届けできないんじゃないかと、はい、いうことなので、まあまあ、なんかね、何かしら今日一緒にやって楽しかったんで、なんかね、やれたらいいなと思いますけどね。あま、ちなみに、リサの皆さん、僕は、ギタリストとかではなくて、サボテンサトシ君のステージで僕、ピアノを弾いてますんで。あ、そうそうそう、久保田君いつもは、僕のサポートメンバーやってもらうときは、キーボード弾いてもらって、はい、YouTube なんかでね、サボテン君のステージとかだったら、そうそう、僕のライブ動画見てくれてる人とかは、多分見覚えがあるかと思いますが、はい、ピアノです、ね、僕は、ギターもピアノもいけるマルチプレイヤーということなので、で最後ねちょっといつも即興ソングをやってるんですけども、はい、ゆいさんがタイトルをくれて、まあ、さだまさしっぽく作るみたいなことやってるんですよ ね、はい、そうですね。今日もさださんっぽく作ってみましょうか、せっかくなんでね。最後僕聞きましたよちょっとそれ YouTube で。いやあれマジで即興なんだよ、その場で言ってもらって。で今日はちょっと久保田君もいるので、はい、ちょっとその久保田君も即興演奏で、いや怖っ、もう完全な何の打ち合わせもしてない状態でちょっとやってみましょうか。まあ、いくら収録とはいえ、これだけは一発でやってるので。で、ゆいさんがなんかもうさっきもうタイトル思いついたってことで、はいはい、タイトルじゃあ発表してもらっていいですか、何にしましょうか。はい、秋にかけて、松茸で。松茸はい。松茸でさだまさしっぽく作る。はい、食べますかね、まあ。佐田さんは食べるでしょ、あのクラスになれ。うん、何回か取る可能性ありますよ。松茸ね、じゃあちょっと行ってみましょうか。まあ結構何回か名曲出てますもんね、何でしたっけ、遊園地とかね、良かったっすよね。うん、じゃあちょっと今回は松茸ということで。秋が来るたびに思
返すことがある。あなたと暮らしたあの街、あの頃のこと、今頃どこかで幸せにやっているのか。手紙ぐらい出したいけれど、そっとそのままにしておく。秋の風物詩の松茸は買えなかったけれど、エリンギで炊いてくれた炊き込みご飯の味が今も忘れられない。どこかで幸せにやっている君に送る言葉はもう遠くかすれてしまったけど、値段を見ずに松茸を買えるくらいにはなったよ。あなたと過ごした街へ来るたび、思い出すことがある、思い出すことがある。なんかやっぱ何回もやってると内容かぶってきますね。大体別れた彼女と行ったとか作ったとかにどうしてもなりますね。作っててなんか今ね、はい、歌ったことあるなと思いましたね。まあでも悪くなかったでしょ。すごい良かったです。良かったですか。うん。割とね。高いな。うん。結構もう俺ね、佐田さんにやるんだともうちょっと高かった方が良かったなと思った。ああ、そうなんだ。佐田さんはね、やっぱね、過去な最低7ですね。7までいく。最低7ですね。うん、だってあの俺今回作ったね、あのこの間ライブでやった曲とか10ですからね。へえ、若っ、マンドリンじゃん。もうん、いつも一緒に遊んでた妹みたいなお前が東京へ行くと聞いたのはまだ山々が雪化粧していた冬のこと。子供の頃から体が弱くて泣き虫だったお前が東京へ。俺は心に決めたんだ、いつもお前を見守る。汽車に乗り込む前に手を振ってこっそり同じ汽車に俺も乗り込んで、車窓を眺めるお前を後部座席の陰から見守る。東京へ着いて荷ほどきを始める。新しい暮らしがここから始まる。そんなお前の角でお向かいのウィークリーマンションの窓から望遠鏡を使って見守る。東京の人並みに揉まれる。今日もすし詰め満員電車に揺られてる。そんなお前の頑張る姿を網棚から見守る。ありがとうございます。
ごめん、俺途中最初入っちゃった、入んなくてよかったね。さだまさしがもしもストーカー気質だったらという。超面白かった今。いいじゃん、この見守るっていうのはね、さださんっぽいし。民っぽいっぽい。だね、俺ね分かったの、さださんはルなんだよやっぱり。あの、まずの、うん、ルの音がね俺は似てるんですよ。あの、うなみのら。だからあのルだけなんだよね。実はそれ以外そんなに似てないじゃん。見守る見守る似てる似てる似てるでしょ。見守るあの歌い出しもちょっと似てるでしょ。いつも一緒に遊んでた妹みたいなお前が東京へ似てる似てる、いいこれはちょっといいよね、うん、もうちょっとあのごめんごめん今邪魔しなきゃ、ね、いやいや全然全然ビルドアップしていきますので、じゃあこんなとこじゃないですか。いや本当にたくさんありがとうございます。いやもう盛りだくさんの内容で、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。楽しかったです。改めて今日はねサポートの久保田義輝君でございます、本当に、ね、はい、ありがとうございます。まあ特にあの、ご紹介なかったですけど、まあ一応ミュージシャンやらせてもらってます。もう本当にねいいナイスガイなので、もうちょっとねあのこのねスタジオでも結構いろんなね、ミュージシャンの方も来られることあると思うんで、ちょっとぜひ久保田君もね恋にしていただけると、はい、僕の知る限り一番のマルチプレイヤーですから、ね、いやいや、どうもありがとうございます。で、ま、あの本当に前回はここでねまた来月ということを言ってしまったんですが、ゆいさん次の僕の担当はいつでしたっけ。12月の一番最後ですね。12月の何日ですか。さあカレンダーめくって、カレンダーめくって、はい、さあ299ですね。次12月29日ということで、ドンマスですね。果たして僕はその時生きてるんでしょうか、まだね。わかりませんけども、まあちょっとその時まで皆さんお元気でということで、はい、まあ鎌倉もね、あのだんだんちょっとずつねお客さんも戻ってきてるということですから、ね、僕もちょっとでもなんか微力ですけど役に立てればと今日結構お土産を買い込みましたので、本当にね鎌倉ちょっといろいろ元気にねなっていけばいいなと思いますが。はい、まあ、久保田君もちょっとまたね、ちょっと久保田君とも一緒に何かやる可能性はすごくあるので、はい、今年ないし、来年ないし、すみません、あの鎌倉 FM さん、初めましてでしたけども、うん、本当に。いや、だって結構受け入れられてると思うのは、だって俺がもらってないステッカーもらってるからね。あ、そう、いただきました、ステッカー。ありがとうございます。俺よりハマってるってことで、これ、俺もらってねえから、大事にします。ぜひ今後ともよろしくお願いします。また久保田君もゲストでね、ぜひ来てほしいなと思います。はい、ぜひ、ありがとうございます。ちょっと、あるよ、また年末これ、可能性。あ、またもう一回聞きたいですからね。可能性あるだってこれまたねリアクションでね、はい、久保田君見たいとか聞きたいとかってのあれば、ああ、ありがとうございます。全然あり得る話なので、はい、はい、ちょっと今後とも久保田君ともともサボテンサトシもよろしくお願いしますということで、はい、よろしくお願いします。良いお年をにはならないんですね。まだもう一回ギリギリ大丈夫、ギリギリならないんだね、はい、よかった。下手したらなるとこだよね、あと3日だもんね、29日だと年末にギリギリ忘年会的な感じじゃないですか。本来だったらね単独ライブやってるような日程ですよね、10月29日とかね。そうですね、毎年そうですね。まあちょっとそのぐらいの気持ちでちょっと次回も何かちょっと持ってきますので、はい、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということでお相手は、サボテンサトシと久保田義輝でした。ありがとうございました。また3ヶ月後に会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。